前出るんですね。さあ、そのわけで神田ベース東京にやってまいりました。はい、こちらで、GBWC の2019、はい、ついにファイナリスト展示が始まったわけでございます。始まってますよね、もう。まあ、残念ながら、我が吉本プラモデル部は誰もファイナルに進出できませんでした。勉強も兼ねまして、はい、ちょっとね、ファイナリストの展示を見に行こうかなと、はい、そういうわけでございます。私、カメラ回しますので、はい、お二人の解説の方を、OK、お願いします。はい、はい、さあ、やってまいりましたよ。やってます、やってます、やってます。はい、いや、飾りたかったですけどね、こちらもね。ねえ、そうね。これがジュニアコースですね。ジュニアコース。うおー上手です。ギガントマンティス、くんなのかな、いや、ゆうくんか、はい、みんなのかな、ゆうちゃんなのかわかんないけど、そうですね、すごいな、いいですね、これ、なかなかいいっすよ、次行きますか、次行きますか、はい、こうくんかな、ほら、いいね、かっこいい、上手だな、そうですね、すげえいいこと。うまいことなってんじゃない？うまいことやりますね。はい。次行っちゃう。行きましょう。じゃあ、まあ、まあ数結構あるんで。そうです、ね。バンバンでうちらで回転してかないと。はい。なお、なおさん。あらら。おお。すげえ。感心しますよ。まあ、よく作るよ。よく作ってる。うん。すごいですね。行くじゃん。行きましょう。スミちゃんになるのかもしれない、あれとかも上手だもんな、ね、上手だ、確かに、あ、うん、上手ですね、すごい上手ですよちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとあのキューちゃん、チャーリーさん、はい、ごめんなさい、ちょっとこれ使えないですわ、あ、ちょっともうちょっとテンポ回したもん、いや、あの すごいとかっこいいぐらいしか言ってないですね、え、はい、しょうがないですね、ちょっと助っ人呼びましたんで、はい、助っ人呼びましたんで、ちょっとその方にね、ちょっとやってもらいましょう、はい、で2人はそのフォローという感じでお願いいたします、はいはい、さあ、というわけで強力な助っ人をお呼びしました、桜井殿、ちょっとね、桜井殿、お二人がですね、まあ、いろいろ展示を見ながらちょっとコメントをさばくんですが、ちょっとちゃんと解説ができなかったので、ちょっと桜井総統にいろいろお話をお聞きしながら回ろうかなと、私もそんな偉そうなこと言ったんですけど、よろしくお願いします、よろしくお願いします、助かるわ、やった、ちょっとよかった、やった、さあ、まずは、はい、ジュニアコースの一番最初から見ていきましょう、はいはい、このユウさんですかね、はい、144秒ずゼダス、ちょっと変更入ってますね、あ、そうなんだ、あ、これ変更塗料ですか、あ、色は青に見える角度と緑に見える、入ってます、入ってますね、おー、あ、桜井さんいる前まではすごいとしか思わなかった本当ですね本当見る角度で違いますね、確かに、あ、本当だ、あの面でエッジが効いてるところの上と下でやっぱ急に変わるんですよ、あの腕とか、はい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 、上影の粗いところはあるけども、うん、ここまでできるのはすごいよね、そうですね、少なくとも多分このジュニアのカテゴリーの時はここまで出なかった、毎年ジュニアもレベル上がってますか、上がってますっていうか、もうコンテスト全体が毎年毎年上がってるので、ジュニアコース2番目、コウキさん、あら、まあ、タイトルがこれジュニアがつけるタイトルじゃないよな、このダーククリムゾンですか、はい、あ、なるほどね、うん、お、なるほどねというのが出ましたが、それは何のなるほどねですか、いや、タイトルがやっぱりおうと思ったんですけど、あのプレートを見て、はい、ジュニアらしい感じが素敵ですよ、あ、いいですね、この手書きのこれクーピーですか、クーピーもしくは色鉛筆、色鉛筆かですよね、いや、でも僕思ったんですけど、はい、これポージングがすごいですね、ポージングうまい、
そのバランス荷重移動をここまできちっとやるのはなかなかジュニアにしては、うん、で最近のキット稼働をすごくするからいろんなポーズは取られるんですけど、ただ上に難しいんですよ、はい、ですよね。ちょっとずれるとおかしくなるとか。絶対この子ガンプラ好きですよね、うん、相当いじってほしい。僕はちょっとすごいなと思ったのが、うん、はい、この指のポージングまでこれ完璧っすよね、うん、この表情を出すのにこの指のこの形に止めたっていうのを、俺はわジュニアだけどもうその絵的に すげえしっかり捉えてんだなっつって、それをこだわって細かいところまで全部計算しているんですよね。当然見る角度もある程度限定して、うん、こっちから見て一番かっこよくなるようにっていうんで展示してるのが、うん、いやすごいな。ナオさん、ナオさん、オーマイゴッド、十二支の始まり、エトの始まり、はい、ということで作品こちらですね、はい。ネズミと牛じゃないですか。ねえ、牛で干支の始まりと、ね、ゴールド綺麗ですね、うん、何ゴールドだろう。これ多分そのままゴールドですよね。上からクリアイエローですか。いやじゃないですよね、多分そのままでしょう。どこのメーカーだろう、まあ、結構黄色強いけど、はい、すごいですよね。もうこれぐらいの年齢の時から自分なりのこのテーマをしっかり固めるっていうのができてるってことですもんね。僕は中学ぐらいだと、もう、まあ、今でもそうだけど、うん、場面ね、その劇中の場面の何かを再現しようぐらいのところしか考えてなかったから、そうですね、こういうオリジナルのねシチュエーションでとか、はい、テーマとかっていうの、僕中学ぐらいの頃とかもうエッチなことしか考えてなかったですからね。さあ、オズ脅威のメカニズム、かすみさんということでございます、はい、さあさあですか、すごい、よく作ったよこの量。意外に僕こういうの好きなんですよ。ああ、好みで言うとね、はいはいはい、結構いろんな作品でこういう感じの並べ方僕もしますよ。別に量産されてないもんでも、はい、割とこういう感じでね。あ、なるほど、うん、いやでもこれね、真ん中のトールギスだけでもすごい、はい、いや すごいしっかり作られてますよ。すごいですよね。もともとですかこれ、ディテールのところに、はい、ちょっと赤で墨入れしてるような感じ、はいはいはい、ポイントで ね、 ね、これは設定はもともとそうじゃないですよ。どうでした？トールギスどうでしたっけ？赤じゃねえじゃないですよね、はい、ウィングのデカールで赤いデカールとか結構多いんで、うんうん、はい、赤いポーションマークとか丸とかね、はい、結構だから馴染みますね、うんうん、だからデカールとかそのデカールのポーションマークだったりとか、はい、そういう墨入れとかももうそのカラーのディテールとしてしっかり捉えてるってことですよね。これおしゃれですね。おしゃれ。さあ、決戦ダイバーシティ GBN 早期さん、はい、これはすごい、これはいいな。なんからしいですね、はい、ジュニアらしくて、うん、いや、いろんな本当にあの世界観出してるって感じですよね、うん、あのビルドダイバーズの、うん、よっぽど何度も来てんだろうな。うん、ダイバーシティ その建物をバックにっていうのはちょっと分かるんだけど、はい、あそこのね、あのガンダムカフェとかあるあたり あの階段のあたりとかもしっかり作ってるし、はいはい、あ、うん、通ってる感があるよね、はい、このぐらいの年代だとね、どうしてもこっちばっかりでベースとかこんなしっかり作ろうっていう気が回らないんだよね、うん、ちゃんとベースもね、あ、枠にしてもちゃんとやってるし、はい、これちゃんと立像を意識してバージョン 3.0 使ってるのがめっちゃいいと思う、ね、ああなるほどなるほど、はい、僕が好きなのはね、はい、この
あ、多分プラボーって初めてぐらいに買ったんじゃないかなっていうね、はい、そのこのプラボー感、あー、うん、この感じがね、僕はこれ小学校の時ね、プラボーとかこういう素材にお金かける余裕もね、なかったっ、なかったですよね。プラボー、プラボー、プラバン買うよりキット買っちゃうもの、はい、うん、さあ、エターナルライバル、はい、輝く時を超えて、トキカスタムさん、はい、うおーすっげえなこれは嘘でしょ子供は子供いや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 ジュニアこれ、これすごいな。でもこれはさすがにまあね、小学生の作品じゃないでしょう、うん、ね、中学生かな、中学生でしょう。ベースのやり口とかね、はい、この発酵の仕方とか、はい、すごいな、割れて、ね、これはこういうなんかトラスの鉄骨みたいなのを利用して支えの一つにしてるんですかね、はい、うん、前にほら質問できたみたいな感じでね、はいはい、どうやるかっていうのをうまいことやってる例の一つですよね、はい、そうですね。サザビーの膝なんかもあれは岩で止めてるんですよね多分、うん、あ、うまく、ね、馴染んでて気づかないですね、うん、気づかない気づかない、うまいな。何気にこのね光ってるとことか、はい、何でどう作ってるのかよくわからないし、これ何ですかね。で綺麗に着色してるでしょ。はい。はい、うわ。塗った感じではない。じゃあるってこと？でも塗ってるんじゃないの？塗ってると思いますけどね。多分クリアのパーツ。俺が思ったのは、うん、これいろんなビームサーベルとかをつなげてんじゃねえかっていう。でもそれ系ですよね。エフェクトとかなんかそれ系のやつを。でもちょっと技法入ってるのもあるからレジンで作っちゃったやつもあんのかな。技法入ってますね。わかんない。すごいな。さあ続きまして、ガンバレルストライカーりょうさんですかね。はい。おお、すごいっす、すごいね、ちっちゃい、すごいちっちゃいんだよ、ちっちゃいね、はい、ジュニアがこれを作るっていう発想がもうすごいと思うんですよ。かっこいい機体じゃなくてこういう、ま、マイナーなものを作るっていう、いやそれもあるけどこの精度よ、すごいですよね、これ相当ちっちゃいのに、これすごいな。どうですか桜井さん。うーん、この若者やるね。おじさんをうならせますか。うん、あのちっちゃいけど相当やってる。ああ。青の朝食も結構、うん、あれよ。これ難しいですよね。ぐらいの。はい。使おうとする青と白ではない、はい、普通そうですよね。白もちょっとあのグレー寄りの白を使って、うん、で青も少し、はい、そうですよね。光らせるところは徹底的に光らせるでしょ、はい、うん、でポーションマークも適当じゃなくちゃんと意味があるところに適切なものも貼ってるからそういう知識もある。すげえんだ。いやすごい、すごいよ。はい、MS-08TX イグザムイフリート海黒龍さん、はい、ね、はい、あらま、ね、かっこいい一体で突進と、はい、うん、ね、これイフリートは僕がずっと積んでるやつですね。いいな、かっけえな。これは結構渋い感じの、色味なんですけど、これ黒立ち上げですか？でしょうね。うん、シャドウじゃなくて黒から立ち上げてった感じですかね。そうでしょ、うん、立ち上げ間違いない、うん、一応シャドウを強く残して、はい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 、ツヤ感もすごいいい感じの。でもね、これぐらいの黒から青を立ち上げると、ね、ここまで発色させるのなかなか難しいですよ。ですよね、うん、僕もやったことありますけど、あの何度も何度もあの沈み返しっていうんですか、そうそうそう、うん、その
綺麗にいったなと思って乾いたらもう一回沈んでみたいなのを何回も繰り返して、なんかベースプラス青だけではここまで立ち上がらないんで、はい、多分もう2工程ぐらい間挟んでるんでしょうね、はい、この赤が赤っていうかオレンジというかが結構この朱色が結構しっかり出てるんですけど、これってもともとちょっと明るめの色で立ち上げてったんですかね。どうなんだろう、赤もこのこんだけ黒から立ち上げたら結構立ち上がらないですよね。上がらないですよ、大変ですよ。大変なのを頑張ったのか、それともちょっともう最初から沈むことを前提に明るめに調色したのか。あ、でも多分そっちだと思う。そんなに吹き重ねてる形跡はないので、うん、ですよね。あんまりそのエッジのだれてる感じとかもないですし、うん、もしくは立ち上がるためにいろいろちょっと濁らせてったらこの色にたどり着いたのか。はい。というかもうその辺の計算までできるジュニアということなんですよね。すごいな、覗き込む緑の巨人空間さん、はい、ね。はい、渋すぎるだろ。なんか緑の巨人ってなんかねいいですよね。じゃあ下にいるのが阪神なのかという。いや違います。でもこれもポージングうまいですよ、非常に。すごいですね、表情がすごく出てますよね。あの右足出して、はい、腰を反対側にひねってるとか、やっぱ歩き方とか、はい、引き込む時の、はい、あのバランス、重心移動ってちゃんと分かってポージングして、うん、だからこっち側の右側を覗き込む感じになってるんですよね、はい、自然に。これ建物、ビルはこれ N ゲージですよね、のストラクチャーですね、はい、で僕的にちょっと思ったのがこの、まあ、ジオラマ、一ちょんちょんのジオラマって小さくなるじゃないですか、うん、なんで多分その巨大に見せたいとしたら下からこう煽りで見上げる感じで、うん、あの見ないといけないじゃないですか。そのためにこの高さ作ったんじゃないかなと思うんですよ。それもあるし、やっぱりね、はい、なんだろう、 AFV とかのジオラマビネット見てるとやっぱこの高いのがよくあるんですよ、はいはいはい、多分このテーマというかシチュエーションなんか見てもそうなんだけど、結構大人びた子だと思うよね。だから多分そういう作品を見てるんですよ、あ、はい、とかの、高機動試験型 DJ、うん、ひとぎチューン、ん、ひとぎつね、ひとぎつねさん、はい、ね、さあ DJ 一体でガツンと。あ、渋いチョイスですね。渋いですね。結構やってるね。やってますね、これは。ミキシングとか。あ、やってるんだ。はい。足とかのあのボリューム感とかがね、すごいもんね、ドムっぽい。ドムですかね、足は。ドムかな？なんかドム系の何か。うん。からミキシングしたような。はいはいはい。ね、膝のアーマーなんかも違うね。まだね、このスカイブルーもいい色だしね。はい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 。結構意見分かれるんですよ、DJ って。青か緑か。で分かれますね、はい、でキットによって違いますしね、成型色が、はい、いやちょっと好きですよ。そうそう、はいね、だからちょっとこの薄い感じにすると少しミリタリー感が出るというか。うん、単なるスカイブルーではなくて、はいはいはい、割と航空機っぽい、はいはいはい、そうですね。川口名人がグフフライトタイプの時とかにもちょっと航空機のイメージでカラーリングしてますもんね。さあここからは SD 部門ですね、はい、進化の果てにサーインレッドということでございます。こちらは、大人も出てるっていうことですよね。はい、はい、はい、SD なんで、はい、おーろろろろろろ、 SD じゃないね。そうですね、すごいな。これはなんか面白いミキシングですね。これはあ、かわいい、うん、ナイチンゲール、うん、ナイチンゲールの方と、うん、頭を
頭なんだろう。バラしてだからなんだろう、はい、つける場所変えたりしてます、ね、はいはいはい、すげえなこれ。僕ちょっと思ったのがこのカラーリング、はい、ちょっとあのマットな感じですけど、これでもメタリックですよね。メタリックを、艶消してるんですね。かっこいいっすねこれ。かっこいいっす、うん、いやメタリックの艶消し、はい、かっこいいなと思って真似しようとするんだけど、はい、その艶の消す加減とかが結構難しくて、うん、顕著に粉吹いたみたいになるんでしょ。なるんすよね。そうなんです。なんか毛羽立っちゃうんですよ。で、そうしないとこの感じにはならないんで、はい、ギリギリなところ、はい、攻めない、うん、あのカーモデルなんかで、はい、やっぱああいうね、なんていうのか、布っぽいシートみたいなのを再現するときに、はい、ちょっとあやめの、粗めの、はい、艶消しを吹いて、こう粉吹いたみたいにする、はい、あれのちょっと手前ぐらいにやらないと、こういう感じにはならないですね。なるほどね。やっぱり光沢というか反射が残っちゃう。あすごいですね。キマリス・ビダール、熊野美さんですね、はいはい、こちら。おほー、え、これ奥のはこれはキマリス、はいはい、でも100分の1じゃないですよね。だから、どうしてるの、ミキシングで作ってるっていうこと、ミキシングは工作とかやってるんだよね。はいはいはい、すごいな、色すごいくらいですか。うん、綺麗、細かく塗り分けて、うん、そのポイントになるそのパープルの部分の色味がバッて浮き出てくるような、うん、そういう色使いですよね。筋彫りとかもすごい、うん、はあ。でちょこちょこ入ってくる赤がまたかっこいいですね。ほんとだ、多すぎてもいやらしくなりますしね、はいはいはい、難しいところで。いやセンスだな、これすごい。でもすごい作り込みもすごいっすよね、うん、相当。さあ続きまして黒龍ガンダムシャバロクさんですね、はい、おおおお、これはなんか合体するんですかね。しそうな雰囲気はありますが、どうなんだろう、わからないですけどもね。いいですね、このなんていうか、あのいい意味で問いっぽいというか。でも確実になんかね、コンセプチャル、すごいな。なんすかね、この僕らがワクワクするタイプのバイクですよね、はい、なんすか、あのアキラ以降こういうあのタイヤの位置がワクワクしちゃうんですよ、はいはい、現実ではあんまり見ないんですけれども、フューチャーゲーム、うん、なんかこの設定というかね、そういうの知りたいですよね、この人も。うん、でもそれで QR コードなんですね。なるほど、QR コードでQR コード斬新ですね。展示に令和だな。そうだね、展示に QR コードっていうのは、うん、いいかもしれない。タイトルだってこういうことができるでしょ、ね、俺らはこうダイモテープがせいぜいだったからね、はい、インレタとかね、はい、でももしかしたら、はい、その新しい時代の幕開けなのかもしれない、これが。あの QR コードを置いたら、はい、例えばあの展示とかで変形とかこれがこうなるんですよとかいうのが展示できないのが全部 QR コードで見てくださいが、うん、まさにそうか、まさに解説してましたよ、うん、すげえ。さあそしてオープンコースでございます、ね、まずはディーパーディーパー花さんの作品でございます。うおー、ディーパーディーパーこれはディーパーですね。これはディーパーだな、ね、いやいや、そもそもディープストライカーなんでだいぶディーパーなんですけれども、はい、これはもうさらにディーパーですね。桜井さんお願いします。いやもうあれですね、レギュレーションのサイズギリギリまで、うん、なるほど、使って。そうですよね、50センチパンパンですよねこれ。
これ本当にパンパンだと思います。あのこれ箱が多分50センチよりやや大きいぐらいなんですよね。なんでちょっと隙間があるんですけど、多分50センチパンパンでこれだと思うんですよね。ギリギリ。これだけの大きさのものを表面処理するだけでもすげえ大変なんじゃないですか。大変ですよね。ですよね。どうやってやるんですか、こういう大きいやつの表面処理。一つ一つやってって最終的に、うん、その組み上げの時点でまとめていくっていう。だから、うん、ブロックごとの作業をきちっとやっていくっていうぐらいしか、ね、本気ですよね。精度がすごい。さすがファイナリストだな。さあ続きまして、打天使 G ルシファー瀬崎さん、ね、はい、瀬崎さん友達だからっつってよ我らがって言っちゃっていいのかな、分かんないけどもね、え、はい、瀬崎さんは2年連続ということでファイナリスト進出でございます。やっぱ綺麗だわ。やっぱ綺麗だし、そのね、そのマスキングと、はい、あの電飾がすごいですからね。あ、今年もね、仙崎さんカラーのこの、はいはいはい、このマスキング自分でデザインしてるんですよね、このマスキングの感じって。なんかすぐ分かりますよ、はい、仙崎さんの作品って。分かる分かる、ね、そうですよね、仙崎色がありますよね、はい、うん、マスキングってのはねえ、これやっぱり、うん、いや、そのキットはチャイチーじゃないですか。あ、チャイ、うん、それをチャイチーに見せない、その下のグリングリングリンある、グリングリン、やっぱさすが仙崎って感じですよ、うん、でその語彙力さすが九太郎って感じですよさあ続きまして、ウサギとカメ、キツネビさんでございます。はい、うおー、これは可愛らしい、可愛らしいのにすげえ汚し入れてんだなこのコントラスト俺好き。あ、なんか懐かしい感じですね、うんうん、僕も好きですね。ウサギとカメって、あのモビルスーツがカメで、あの女の子のウサギですね、はい、で手前にもあのカメちゃんとウサギちゃんを、はいはいはい、無理だな、カメかわいい、カメかわいい、カメかわいいな。ナイチンゲールうまいことね、うん、顔が可愛いですよね、顔が、うん、顔可愛いです ね、よかった。でもモビルドールサラちゃんにね、あの、汚しがなくてよかったっすよ汚れてほしくない、さすが汚れてほしくない、まあまあそうですね、竜の末裔、いざ参らん、新しき戦場へ、ガンプさんですね。ガンプさんもすごいですからね。ドーン、これはもう一言かっこいいですよね。そうですね、うん、するする、何をどうなのか一見しただけで分かんないじゃないですか。はいはいはい、こういうのがやっぱうまいですよね。つまりお里が知れないと、うん、ね、パーツがもともと何のパーツだったのかがもう分からないぐらい、うん、それやっぱりうまいな、うん、ああ、なるほど、そうなんですね。これもまた変更塗料ですかね。ちょっとね、あ、そうですね、最近結構ね、変更塗料なんかいろんな種類増えてるんで、はい、ポイントポイントで皆さんね、はい、そういういいアイテムを使ってますね。やっぱ変更させるためにはどうしても粒子が荒くなるんで、はい、パッと見た時に、ね、メタリックで粒子が荒いと、まあ、まず変更ですよね。確かにちょっと普通のメタリックよりはラメ感出ますもんね、じゃないとやっぱり色が変わらない、ね、はい、うわ、あ、俺でも一回何ですかね、マフラーのホイールに使われてる素材、バイクの、うん、それでグラス作ってる工場に行って、うん、実際焼いて色の変化見たんですけど、うん、バーニアのグラデーション、まさにああいう熱するところの場所によって青から黄色に変わったりするんですけど、うんうんうん、そういうの見事にこれ再現してるなと思って、ね、うん、このスラスター焼け、はい、好きだねキマリスエターナル、カイさんですね。さあこちらも大ボリュームで、うん、いいっすねこれ。いや、このでかいキットをさらに大きく見せるような構図、うん、これがまたすごいですね。
結構いろんな色味が入ってて、ちょっと面白い塗装ですね。うん。あなんか一見ね、そのバランスとしては、割と見かけるようなバランスのような感じするんですけれども、このカラーリングでなんかすごい個性出てるような気するんですけど、はいはい、ね、うわーすごい、うん、そうそう、さあエングレービングキュベレイ K シェパードさん、ね、これはちょっとこれえすげーピカピカっていうか、これどうやってんのかが分かんない。だってこれ模様が凹凸あんだよ。ありますね。うん、この方ね結構いろんなところで見ますよ、はい、この名前だったかどうか分かんないけど、はい、キュベレをずっとこのテイストで作り続けてる。へえ、デコシールみたいなやつのこういうエングレービングを貼って、はい、それからメッキ系で、はい、ああそうなんですか。キュベレの胸のあれクロさんのやつじゃないですか。あっぽいですね。そうですよね。でもえこんな大きいサイズのもあったっけ。あったか。そうか、はい、もしくはもう全然違うもの。基本的にこの人がその携帯だったり、はい、もうあえて凹凸のある何かの模様のものをいろんなものを貼って、はい、でそれをこのメッキ系でっていうのが作風で、ね、ずっとやってますよ、いろんなの。あ、そうなんですね。見ただけで多分名前違っても多分あの人だろうなって思います。ああ、いろんなお名前で出されてるんですか。いや、僕が見たところこの名前だったかどうかは覚えてないけど、はい、もう作風でやっぱ分かります。ケイシェパードさんだったりD ドーベルマンさんだったり、ね、いろんな、もしかしたらいろんな犬の名前で出ているかもしれない、これはアナザーアストレイガンダムですかね。与作さんでございます。はい、おー綺麗、すごいね、これいいね、うん、いいね出ました。分かってるね、ライズはかっこいいですね。かっこいい。光がこれで当たるし、いろんなところがまた映り込むからより、なるほど、すげえ、そういうことか。照明を知ってて下から、なるほど。でしかも下にねまた緑のやつを敷いたことによって、はい、これもまた映り込んで、その台座をねいろいろ彩るというか、ドレープがね入り込むと違うじゃないですか、はい、そう、ドレープっていう言葉ね、はい、俺は出てこないシワって言わないドレープってなかなか出てこない。いやもう本当になんかかっこいいを追求されてんだろうなって思う。あの実際にあのモビルスーツが実験で戦うのってどうなんだろうかとか、そういう理屈とかじゃなくて、本当にかっこいいって何なんだろうっていう、立体物として素敵であれば、うんうんうん、ロマンね、ねワクワクしちゃう。さあ続きまして妖撃、はい、マットエバー 1.5 さんですかね、はい、これはまたね渋い、シフティーですね。これが怖いんですよ、写真じゃわからないっていう。現物見たらめっちゃくちゃうまい。あ、そうなんだ。あの審査員じゃないから別に行ってもいいと思うけど、今まで見てきた中で塗装と工作多分一番うまいです。あ、そうですか。が鋳造がねとにかく繊細で丁寧でしょ。これすごいですね、うん、この表面のボコボコボンって適当にやったんじゃなくて、はい、ちゃんと綺麗に細かいピッチで入ってて、はい、でそれを引き立てるためのグラデーションとドライブラシが丁寧。これそうですね。でこのカメラでどこまで拾えるのかっていう話ですよね。これが怖いんだよ、現物見ないと。いや本当にね、あのプロの人が撮って、はい、でその雑誌の紙面で見ればやっと分かるかなぐらいの繊細なところですよね。ドライブラシうまくできないんですけど、どうやっ
ですかって言ったらこうやりなさいっていう、うん、あモテオンみたいな、うん、もうこの上腕もそうだしライフルもそうだしうまいよ、一言で言うと失敗した後がない、流飛天武アブソリュートフィアーでいいんですかね、はい、ワッキーさんですね、はい、ワッキーさんですか、ワッキーさんですね、あのワッキーさんですか、日ばかりブイーン違う、やってないやってない、ワッキーってあだ名の友達何かに分かんない、まあ、ワキタさんとかワキ何々さんはもう絶対ワッキーさん、ね、いやーこれも面白い、すごいすごいですね、あれですかね、モビルアーマーとかね、ね、この贅沢なでもパーツの使い方してるな、この手とか見てるとああこんなに使っちゃってみたいな、そうですね、でミキシングの仕方はちょっと他の人でなかなか見ない、うん、見ないところに見ないパーツ使ってますよね、はいはい、僕はあのなんか肩というか胸のあたりに、はい、あんなにがっちりシールドが来てるのは俺初めて見たんですよあれって SD とかのですかね、もしかして、いやこれは多分あれじゃないか、あのフミナとかのやつじゃないかな、ああなるほど、あの大きさでこの形だったらそうなんじゃないかな、 SD かな、分かんない、でもフミナっぽいですね、うん、すげえな、満載に使ってるところですね、おあミキシングってやっぱその人の個性出るね、スナイパーズレストタイム狙撃手の休息リナコ小松さんでございます、はい、おこれもこれももうザ・ジオラマっていうね、台座までこだわってますね、ね、こだわってますね、はい、ステンシルでちゃんとああやって入れてね、はい、結構あれですよね、海外の作品なんかだったら、うん、その台座にこう名前とかをしっかり入れてっていうのが、はい、マストだったりするんですよね、うん、というか外人さんってやっぱりレスとか、はい、すごいこだわるので、はい、うん、日本人はどっちかというと本体でね、はい、全力投入しちゃうじゃないですか、はい、そうですね、リナコ小松さんもカタカナなんで、もしかしたら外国の方なじゃあ日本のやつ出るかあ、そっか、MS-09R4 シュネーバイスリッシのハマーンカーン新吉さんですね、新吉さんも、去年もファイナリストでしたよね、はい、確か、はい、さあね、あハマーン、ハマーン若い頃可愛いですもんね、女の子女の子してますもんね、ちゃんとね、シャーといろいろガチャガチャなる前はあんなね、うん、ねそんなにもう俗物とか言ってないでしょうね言ってんのかな、俗物ぐらいで言ってるのかな、俗物ぐらいで言ってるのかな、やべ気づかれた気づかれたじゃあお天気いきましょう、雑貨物いやーすごい、相変わらずあの開いた中とか面白いですね、おーあーあーいいですね、これドムだとしたらねすごい改造ですよね、顔でもこれ顔とかね、フロントアーマーあたりとかはドムですけど、ドムじゃない部分だいぶだいぶありますね、いろいろね、設定のあのハマーンのドムは結構普通にドムですもんね、ヨーガンダムバエル悪魔と神の融合 UZ さん、こちらは不動明王をイメージしたんでしょうかね、これ好きだな、やっぱ結構前からやっぱりこの上のテイストが入ってるのって、はい、結構必ず入ってきます、そうですね、はい、あれはプラ板を曲げに曲げたんでしょうかね、うん、このスカートのひらひら、うん、ね、これ、うん、僕もねああいう風な感じでマントをね
ライターでね炙りながら曲げ曲げしたらね、はい、天井が真っ黒くなりましたうまくいかないでしょ、うまくいかないですよ、コントロールはできないか、半分偶然のバグで、うん、ちゃんとやりたいんだったら、あのお姿作ってヒートプレスとかしないと狙った形には絶対ならない、肩を原型をなんか作って、うんうん、そうですね、で結構いろんなパーツ、これミキシングっていうよりは結構スクラッチが多いですよね、うん、後ろなんかも全部そうだし、はい、こっち側のアーマーとか塗装もね面白いのやってるし、はいはいはい、特に気になった部分どの辺ですか、なんだろうな、腰アーマーのあたり、このあたり、あつや消しとつやのあるところ、はいはいはい、鉄砲みたいに塗ってるところ使い分けとかちゃんとしてるしね、はいはいはい、本当ですね、同じパターンで塗るっていうよりはあのいろんな技法が混ざってるっていう、はい、うん、あそういう見方もあるんだ、続きましてリ・キュベレイ、もう一つの象徴の復活、エボッチさんです。さあこちらも、キュベレイやってんね、てますね、見ってるな、はい、これはあれですよね、キュベレイ確実にもう一個買ってますよね、買ってないですかこれ、このカーブ、あでもプラバンでやってんのかな、プラバンっぽい、あそっか、キュベレイダムドベースですよね、これ多分、はい、サザビーの足、うん、のあたりですか、はい、パールなんですか、これ多分パールですね、キラキラキラっとしてますね、うまいですね、であのエングレービングはシナンジュからみたいな感じですか、ね、そんな感じです、ね、おー、それ周りは作ってるのかな、作ってんのかな、ね、このボリューム感、いやーすげえなー、さあネアニスさん一戦ということでございますね、うおーい、いいっすね、わー、こ、もうこっちからやるとほらほら、わーわーわー、あーいいいい、あー貫かれるね、ズボリだな、ズボリですか、ズボリですよね、ズボリ一戦、ちょっとズボリについてはまたちょっと後で解説解説動画をアップしますんで、うん、面白いですね、あのまっすぐじゃなくて、はい、ベースをまず、うん、そうですね、躍動感出ますよね、全体じゃなくてこう、はい、やっぱ、うんね、宇宙のこの無重力感とかもね、うん、出ますもんね、宇宙で分かりますね、うん、あとは他にもいくつかやっぱあるんだけど、そのレギュレーションで下何センチ、高さ何センチっていうと、はい、そこまでして大体、要はベースのサイズと高さで終わるじゃないですか、はい、結局この上側の頂点もそのレギュレーションのフィールドの中なんですよね、そこまでマックスどう使うかっていう、やっぱ使い方うまいですよね、空間のね、で使い方といえばね、僕ねここキュンときちゃったんですよ、あの台座にタイトル載せるんじゃなくて、そのデブリンの中に、その一つにこう一線って書いてあるの、これかっこいいね、作品の中に書いてあるタイトル、はいはい、ちょっとどっかで真似しよう、ダイナ・ヘイズル・ザ・ディザスター、中野さんですね、名前シンプルですよね、はい、中野さん、さあところが作品はこの迫力、うん、嬉しいですね、うん、おあいいっすね、あなるほどね、なるほど、プテラノドンっぽいですね、プテラノドンとこっちはティラノサウルスですか、尻尾がある、こういう感じですね、 T-Rex の感じですか、マグマだ、うん、マグマで、その恐竜の時代ジュラ紀とかのイメージなのかな、はい、うん、いいですね、やっぱこうね、何かにあのガンプラを見立てて作るみたいなのもね、うん、結構最近は多くなりましたよね、
エクスプローラーアイススピードさんですね。これ意外。あ、意外ですか、うん、あのエントリーの写真が真横だった。あ、はい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 、あっち側からかな、うん、それですごくこれもやっぱりバランスというかね、はい、体重の、うん、ポージングすげえうめえなと思ってたんだけど、はい、こっちから見せるんだね。ああ、うん、っていうことはやっぱり作者はこっち見てもらいたいとか、はい、まあ、絶対本人がね、うん、意図してるから、うんうん、ああそうなんだ。あとやっぱり顔見てほしいとかもあるんですかね。うん、やっぱ正面見せたいっていうのはあるからね。大変面白いですね、うん、やっぱね顔を見てほしいっていうのはありますからね。でもこれ本当エントリーの写真見てください。すごく重心とかポージングうまかったですよ、うんうん、本当になんか乗ってる感じ。はい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 、アトラスガンダム絵画塗装トリックアート風龍野さんです、はい、これも、ね、エントリーの写真見た時どうなってんだろうと思って、はい、見たかった感じですね、はい、まさにトリックにやられました ね、うんうん、ここあの奥の方にあの絵があるんだろうなと思ったんですけど、はい、この湾曲してんです ね、これがさらに立体感を出すというかスピード感を出すというか、額縁の奥が曲がってるってことですよね、うん、そうですよね。で本体は額縁より飛び出しているという、面白いですね、発想力面白い、すごいな。でやっぱりその絵画塗装っていうことでちょっとそういう絵画の展示会とかをイメージした布たらしみたいなね、あ、うん、布たらしでみんなの心をたらし込んじゃうみたいなね、うん、何でしたっけこの詩は、ね、この詩は、なんだっけドレープドレープ、うん、ドレープあ、これがドレープね、いやこれもまた素敵な作品ですね。さあ、麗しの葉をレータさんです、はい、レータさんもこれもすごいな、ね、これもやっぱ空間意識したね、はい、うん、うわコンセプトも分かりやすいし、うん、はい、このでなんかポージングからカラーリングからもうヒーロー感あふれてます ね、ちょっと思ったのがこういうメタリックとかでキラッとした塗装と、うん、この鏡ミラーっていうのは相性いいんですか。でも面白い効果になりますよね、うん、相乗効果でこう、うん、より光ったり輝いたり、うん、なんかそういうメタリック系の塗装だったりとかそういうのに鏡とかをエフェクトで使われてる人結構多いのかなって思ったんですよね。エフェクトっていうかやっぱ下を、はい、例えばジオラマみたいなベースにしないんだったら、はい、黒よりはやっぱりミラーとかの方が豪華に見えるんですよ。なるほど、展示テクニックの一つ、うん、あとは覗き込まなくても見える部分もあるし、はい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 、あ、例えばちょっと裏とかの工作とかでかっこいいところ、そうそうそう、下と裏とか、はい、ああいうところとか見えちゃうから逆にごまかしも効かないんでね。なるほど、うん、結構自信の表れがやっぱりこのミラーベースってのあると思いますよ。はい、さあタグさん、よしタグさんじゃねえやタグ吉高秀信さん作品名はい、こちらのジオラマでございますね。これもまた躍動感、もうこっちから見たい、こっから、あ、こっから見たい、こっから見たいよ、ほら、ほら、あ、あ、そのまま飛んでいきそう、そのまま飛んでいきそうね。一話の佐野さんの形ですね、はい、うん、いや、いいですね。これもあの意外と構図ってこう向きなんですね、この真横から見せる感じ、うん、これもエントリーのやつはこっち側だったんです、はい、はい、やっぱ展示の時いろいろどっからどう見せるかとか、うん、みんな考えるんでしょうね、うん、これね模型の塗装とかお上手ですよね、はいはいはい、一個一個のね、ジオラマ作品なんだけれども一個一個のあの機体自体が綺麗に繊細に作られているということです。
っぱファイナルに行く作品ってそうなんだね、はい、うん、あのやっぱりもうここまで来ると、うん、うまいとか、うん、工作とそううまいのはもう絶対条件、ね、あ、その上で自分がどう、ね、何を見せたいかっていうことになってくるんですね、個性だったりテーマだったりっていうことになってくるから、うん、なるほど、いやお見事。さあこちらはエントリー作品ではないんですよね、マツコデラックスさんね、死してなお気高くということで、ビルダーは瀬川マツコとなっておりますが、これは、瀬川隆さんとマツコさんが、コラボで作られた作品ということなんでしょうか。瀬川さんこんなこともやってたんですねそうですね、いろんなところでいろんなことをされてますね、はい、ね、ジオラマ教室とかね、ヨーヨーうまいですよ。ヨーヨーうまいですか。どうやって怒るの？ジャグリングって。はいはい。それでも何でもできるんですね。ねえ。プチ情報。ケイちゃんもあれだよね。なんかスーパーイリュージョンとかうまいんだよね。中国語までは飛ばせる。いろいろできるからね。この番組でやったんだ。はい、ね、その番組コラボのやつですね。こうやっていろんな番組でね、そのガンプラとか取り上げてもらえると。やっぱ僕らも嬉しいですよね。そういうわけで、2019ファイナリストの作品を見ていきました、ね、いやすごかったね。いやすごかったですね。チャンさんどうでした。ありました、あります来年行こうね、うん、燃えました。いや私も燃えたんですけど、いや本当にあのただ見るだけとサプライズさんが拍手つけてるだけだいぶ見方が変わりました。そうそうそうね、やっぱあのすごい人にこう教えてもらいながら、はい、うん、見ると一個一個のところが勉強になってくるんですね、はいはい、いや本当に勉強になりました。どうでした。でもプロとかでも素人のあの人たちの作品とか見たりしたっていうのは結構刺激受けたあります。どの作品が世界に行くのかというのをね、またちょっと楽しみにしたいと思います。というわけで GBWC2019 のファイナリスト作品をリポートしました。それではチャンネル登録よろしくお願いします。